はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の二次検定、平成24年の問い2番から問い6番までを解説していきたいと思います。本動画は私が執筆したこちらの本のもとに解説をしていきます。動画はフルカラーになっておりますが、本書は白黒となっております。よろしければ番組タイトル下の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入していただければと思います。それでは本問題に入っていきたいと思います。まずは問題2の安全管理、設備、機械の留意事項になります。 次の1から3の機械または設備を使用して作業を行う場合、作業開始前の安全点検事項をそれぞれ2つ具体的に記述しなさいという問題になります。ただし、保護帽、安全帯、宝具などの着用、資格及び免許に関する記述は除くものとするという問題になります。1番は移動式クレーンですね。 こちら移動式クレーンというものはですね、このようなホイールクレーンであったりの伸縮の油圧式であったり、あとは機械式のこのようなホイールクレーンというものであったり、あとはクローラークレーンなどの直部無式であったり、タワー式などがあるということですね。このようなホイールクレーンに関してはタイヤ付きで走行するクレーン車ですね、車プラスクレーンという形です。一つの運転室で走行とクレーンの操作ができると。そしてクローラークレーンに関してはキャタピラ、このようなものですね、クローラーで走行する移動式クレーンのことを言います。 FH や軟弱地盤等での移動性に優れる、また狭い場所での車体の方向の転換が容易であるというものが特徴になります。こちらの参考としていただく留意事項なんですけれども、点検事項になります。作業開始前に巻きすぎ防止措置、過負荷警報装置等のその他の警報装置についての点検を行うというものが1つ目。そして2つ目がブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能についての点検を行う。3つ目、旋回範囲内で接触の恐れのある箇所。 は立ち入り禁止措置が行われているるかを確認するそして4つ目作業に従事する際はその作業場所に適した範囲でアウトリガーの張り出しや定格荷重についての確認を行うこのようなものを参考にしてください続いて2番移動式足場ローリングタワーこちらはまあ右のようなこのような絵なんですけども天井など高い部分の作業に用いられる移動式のキャスターをつけた、えー、足場のことを言います、まあ、このようなキャスターがついている、まあ、移動式の足場になるということですね こちらの留意事項や点検事項といたしましては最大積載荷重の表示がされているかの確認というものが1つ目そして2つ目が商工階段や作業所に不備がないかを点検する3つ目手すり中山幅木等等は所定の高さに設置されているかを確認する4つ目移動式足場の移動をさせる際は作業員が当該足場にいないことを確認してから移動するこのようなものを参考にしてください。 次いい番交流アー,ク接アーク溶接機というものになりますこちら右の絵が思い浮かべれ,れば少しは解、えー、とやすに問題になるんですけどもまずこの交流アーク溶接機というものこちらアークというものが高音のを発する強い光になりますこのような高音を発し2つ以上の母材このような溶接棒であったり母材この2つ以上の母材を一体化させるための機械ということになりますなのでこれとこれをくっつけるためにこのようなアーク熱を出すということになります そして交流という言葉があるんですけどもまず直流というものは高くて品質のいいもの交流というものは安くてそれなりの品質のものと思っていただければいいですなのでこのような交流というものは安くてそれなりの品質の2つ以上の母材を組み合わせるものだと思っていただければいいです今回参考にしていただきたい留意事項に関してはまず1つ目が使用前に溶接ケーブルの損傷や劣化がないかを確認する2つ目絶縁用を保護具等は定期的に絶縁性能についての点検を行う3つ目 溶接棒ホルダーの損傷、劣化の確認をする、またスパッタ、かっここの微粒子ですね、微粒子の付着について確認する、こちらですね溶、えー、溶接棒ホルダーというのはこれですね、カチャッと挟むものです。そして4つ目電、自動電撃防止装置や感電防止用遮断装置の動作を確認する、以上の4項目を参考にしてください。続いて、問い3番の具体工事、適当な語句の機入について解説をしていきます。 次の一から八の各記述において、記述ごとの丸一から丸三の下線部の語句を最も不適当な箇所を、箇所番号を一つ挙げ、適当な語句を記入しなさいという問題になります。まず一番、こちらは、えー、クレーン車の問題になりますね。ラフテンクレーンと、えー、油圧付き、えー、トラッククレーンを比較した場合、強、えー、所侵入、強、えー、和位作業性に優れるのはラフテンクレーンであるというものなんです,んですけども、こちらは正解ですね。 ラフテンクレーンの方が、こちら、右側の方の方が、境位置の作業性に優れるというものになります。まあ、狭いところに入ってきやすいということですね。そして、2番が答えになります。こちら、えー、クローラークレーンのタワー式と直ブーム式を比較した場合、ブーム下の懐が大きく、より建物に接近して作業が可能なのは直ブーム式であると書いてあるんですけども、こちらはタワー式が正解という形になります。このようなキャタピーラーをつけたクローラークレーンですね。 このように、えー、タワー式と直ブーム式というものがあるんですけども、直ブーム式はこのような形になっていて、タワー式に関してはこのように折れ曲がるという形ですね。なので、このように折れ曲がるので、えー、懐、ブームの、えー、懐、下の懐が大きく建物に接近して作業が可能なのはタワー式になりますので、こちらも、えー、覚えてください。そして3つ目は、えー、定位置式のタワークレーン、このようなものですね、水平型と起伏式というものがあります。こちらに関しては、水平式と起伏式の比較した場合、 荷上げの荷重が大きく、量程が高く取れるのは、取れるのは起伏式であるというものになります。こちらに関しては、このような水平式というものと上下に動く起伏式、この吊り上げ荷重が量程ですね、上下の垂直距離、ここの垂直距離が高く取れるのは起伏式であるというものになりますので、この3番に関しては正解になります。続いて2番、地下水処理工法の問題になります。 こちらウェルポイント工法というものとディープウェル工法というものがありますとこちらはどのような条件によって決まってくるかというものなんですがまず1番と2番に関しては用水量であったり透水性地盤の水を透き通しやすいかどうかそして水の量ですね高い水を高い位置に上げる量この量とか透水性によってこのウェルポイント工法かディープウェル工法が決まってくるということですねでこちらは1番と2番は正解になっていて3番が間違いという形ですね この3番はウェルポイント工法ではなくディープウェル工法というものが正解になります。この必要の、えー、用水量が非常に多い場合対象とする耐水層が深い場合や耐水層が射出層である場合は、えー、このディープウェル工法というものが採用されます。まあ、ウェルポイント工法と呼われるものはウェルポイントと呼ばれる 70cm から 1m の給水管を取り付け地盤に設置し真空ポンプにより地下水を排水する工法になります。 え透水性の高い砂質層から低いえ砂質シルト層までの地盤に適用されるということになりますそして今回言われているものはこのディープウェル工法ですねえ掘削構内にあるえまたは構外にあるディープウェル深い道をこのように設置していってえ水中ポンプによりえ排水する工法になります溶水量が多い場合だったり耐水層が深い場合の砂激層の地盤に適しているというものがディープウェル工法になりますのでこの溶水量や透水性の違いこちらこの2つをしっかりとえ覚えてください 3番に関してはディープウェル工法が入ります。続いて3番に入っていきたいと思います。こちらアースドリル工法の問題になるんですけども、このそもそもアースドリル工法というものはですね、ドリーングバケットというこのようなものを用いて掘削してバケット内にある土砂を収納し、安定液で光壁保護を行う工法がドリリングバケえアースドリル工法になります。こちら結果から言うと、1番のオーガを回転させることによりというものではなく、ドリーングバケットを用いて回転させることによって、 土砂を収納していくという形になりますので、こちら、丸一番のドリリングバケットが入ります。また、このような丸2番、このようなベントナイトや CMC を主体とする安定液によりマッドケーキと水討圧により保護するというものになるんですけども、このようにですね、まず上部は表層ケーシングというもので覆われます。その後はベントナイトや CMC ですね、土の主成分であったり、あとは粘土を混合させて強,強化させたものですね。 まあ混合させた安定液、このようなもので下部、えー、表層ケーシング以降は、が、えー、っつりガードしていくという形になります。これは何からガードするのかというとです、ね、水頭圧ですね、この、えー、外の水の圧、ここから、えー、こ,ここを、ここから、まあ、この水頭圧がかかっているので、この杭がですね、どん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 ,どん、えー、せ狭まっていかないようにするために、安定液と表層ケーシングで保護していると。なので、水頭圧により保護を行うというものが正解になります。この地下水から守っていくということですね。 なので、今回の問題に関しては、えー、オーガではなくドリリングバケットが正解という形になります。続いて4番。こちら、えー、鉄筋のガス圧接を手動で行う場合ですね。まあ、このようなですね、ガス圧、えーまあ火花がバーッと飛び散るやつなんですけども、まあ、こちらで、えー、まあえー、ガス圧接の圧接をして、つ、え、な、ー、げていくわけなんですけども、まず、結果から言うと、1番の2というもの、2ミリが正解という形になります。この付け合わせた鉄筋の圧接断面からの隙間は5ミリ以下と書いてあるんですけども、 この圧雪端面ですね。ここ圧雪端面、この先端の部分ですね。ここの隙間は2ミリにしてください。というものがまあ、暗記問題になるんですが、2ミリ以下になりますので、このえー、5番えー、丸いえー、4の答えは丸1の2という形になります。そして、ここをどん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 バーっとえー、火であ、この火花でこう炙っていくんですけども、最初はえー、完全に密着するまでは還元円。その後はえー。 隙間が完全になくなった後は中性炎というこの赤い炎ですね赤い炎により鉄筋の表面を中心の温度差がなくなるように十分加熱していくということになりますそしてどん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 この隙間が完全になくなったら加熱範囲をどんどんこう広げていきますなのでここばっかりやってるんじゃなくてこっちとこっち両サイドに加熱範囲を広げていくとこの加熱範囲が圧鉄、えー、断面を中心に鉄筋系の2倍とするということになります例えば、えー、鉄筋系が16であれば 32の間をやってくださいねというものになりますのでこちらも覚えてください続いて5番こちらレディーミクスとコンクリートの塩化物イオンの量に関する問題になりますこちらコンクリートなんですけどもそもそもコンクリートというものはセメントと水と空気と砂利と砂でできているんですけども、まあ、細かく言うと若干塩分も入っているということですこの塩分がコンクリートに非常に悪くなる物質になるのでこの量を抑えなければいけないという問題になります こちら、えー、答えから言うと、二番の砂が正解になります。まず、この荷下ろし地点での塩化物イオン量はこの 0.3kg/ml にするというものになっておりますなので塩化物イオンは正解ですね。そして、このレディーミクストコンクリートを使用する場合砂利の塩化物イオン、砂利ですね、砂利にどれだけ塩が入っているかということなんですが、これは砂利ではなくて砂になります、こっちのことになります。砂利に関しては規定がなく、砂に関しては規定があるということですね。 なので、今回、ここを細かく書かせていただいているんですけども、塩分量が多いと、鉄筋が腐食すると、劣化するということになります。なので、コンクリート中に侵入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こす塩害ですね。そして、このコンクリートに使用する砂の量、これです。砂ですね。砂の塩化物量は NACL。塩化物量の換算で0.04%以下と規定されております。ただ砂利に関しては定められていないというものが答えになるということですね。なので、NACL 換算で0 0 4%以下と定められているということになりますちなみに補足といたしましてこのプレ,スト、えー、プレテンション式方式の、えー、プレストレスト部材に関してはコンクリートの硬化前にあらかじめ PC 鋼材に応力,を加えて、えー、応力を与えて強化されたコンクリートのことを言うということになりますのでこちらもしっかりと覚えてくださいこれ以外ということですねプレテンションのコンクリート部材以外ということになります続いて6番、えー、コンクリートの打ち込みの問題になります こちら、脱雪をする際の、まず丸一番は、自由落下落差が高すぎると、コンクリートが分離したりする恐れがあるということですね。このように柱とか高い壁に脱雪をしていくときにです、ね、この縦シュートというものを使うんですが、この縦シュートがないときは、この縦シュートがなかったときの自由高落下高さですね。ここが落下高さが高すぎると、材料分離、コンクリートが材料分離を引き起こしてしまう可能性があります。なので、縦型のシュートや打ち込み用ホースを接続して、コンクリートの分離を防止する必要があるということになります。 そして次に2番。これが答えですね。この縦シュートを使用する場合、このような縦シュートですね。縦シュートを使用する場合、その投入口と排出口との水平距離は垂直方向の高さの約二分の一倍とするということになります。これが垂直の高さ。ここの二分の一倍、この水平方向ですね。水平方向は、この投入口と排出口の高さ、垂直高さの距離の二分の一倍、水平方向というのは1 2分の H。 以下にするというものがこの施工の規定でなされておりますのでこの2番の1 2分の1が正解という形になりますそしてまた斜めシュートやはコンクリートが分離しやすいがやむを得ず斜めシュートを使う場合これですね斜めシュートを使用する場合に関してはその傾斜角度を水平に対して30度以上とするなのでここが30度にしてくださいというものになりますのでこちらもしっかりと覚えてください続いて7番トルシア攻略ボルトにの締め付けの完了についての 問題になります。まずそもそもこのトルシア型攻略ボルトというものはですね施工が簡単で締め付け軸力が安定しているボルトのことをトルシア型効力ボルトと言いますこちらピンテールというものが下部についているんですけどもこれが特徴ですねこれが破断していることを確認すれば締め付け OK というサインになりますなのでこの最初の問題に関しては全てのボルトについているピンテールここが破断していることを確認するということですねそしてその後にこのようなボルトの1群、 に対してて検査を行っていくと、ここが今回の重要点になってくるとというここですね。この締め付けに関してはこのような検査仮締めを行った後に一次締めそしてマーキングを行って本締め検査という形で続いていきますこの一次締めを行った後にマーキングのずれここのマーキングのずれによってナットの回転量の一時し,ばら,しきばらつきを認められる群についてはその1群これですねボルトの1群その群の全てのボルトの回転量を測定するということになります なので、まあ、このようにですねばらつきの認められる軍に関しては、えー、その1軍のボルト全てを測定しますという形になりますそして、えー、本締め最後のこの平均回転角度を算出してその結果平均回転角度がプラスマイナス45の範囲のものを合格するとすると書いてあるんですがこちら45ではなく30が正解という形になりますなのでこのナットの回転量をマーキングから えー、ラストの本締めを行った際の回転量の平均角度がプラスマイナス30の範囲のものを合格するという形になりますのでこちらもしっかりと覚えてください続いて最後の8番に入っていきたいと思いますこちら鉄骨工事のスタッド溶接の、えー、打撃試験の問題になるということですねこちら打撃検査というものは15度試験というものと30度試験というものがあるのを覚えておいてくださいそして今回、えー、打撃ロット15度打撃曲げ検査の、えーまあ、この検査をしていくうちのどのような場合の どのような範囲を1、まあえー、つの箇所として、えー、検査をしていくのかというものなんですが検査自体は100本かもしくは使用部材1本もしくは1台の溶接した本数のうち少ないものを1ロットとしてその1ロットにつき1本を行うという形になりますなのでこちら1番が150本またはと書いてあるんですけども100本または使用部材1個そしてそれが1台に溶接したものこのいずれの中から1ロット1つのロットを選択して 1>, 1ドットにつき1本行うということになります。例えば100本の中のこちらを選択した場合だったらこの中からこれが1ドットですね。1ドットにつき1本行うということになります。この検査の結果不合格となった場合は同一ドットからさらに2本のスタットを検査すると。なので100本のうちの1本が不正解だったら不正解というか不合格だったらもう2本行うという形になります。そして2本とも合格であれば OK。 ただし、その2本のうち1本が不合格だった場合は、全数、100本全部検査するという形になりますので、こちらもです、ね、しっかりと数字を覚えてください。答えは1の100が正解という形になります。続いて問い4番の仕上げ工事施工場の留意事項に入っていきます。次の1から4の問いに答えなさい。ただし、留意事項はそれぞれ異なる内容の記述とし、材料の保管、作業環境、確保、気象条件等の安全に関する記述は除くものとするという問題になります。H、番。 鉄筋コンクリート造建物のアルミサッシの、えー、枠周り目地に2成分系シリコン系シーリング材を充填するときの施工上の留意事項を2つ具体的に記述しなさい、ただし、非着面の確認および清掃、充填後の養生に関する記述は除くものとするという問題になります。 まずこちら2成分系シリコン系シーリング剤こちらは2成分というものは1成分が混ぜる混ぜないそして2成分が混ぜるなので混ぜるというのが2成分になるということですねそして変性というものは耐候性向上シ,ーリングシリコン系というものは粘性がある化合物ですねゴムとかオイルとか樹脂など、まあ、粘性があるものになりますそしてシーリング剤というものは防水剤のことですね密閉蓋をするという意味がシーリングという意味になりますなのでまとめると 耐水であったり、耐熱性、耐候性があり、町で作られる防水材料のことをこの二成分系シリコン系シーリング材と言います。えこちら、二成分系シリコン系シーリング材の充填までのこの防水工事の施工手順の流れなんですけども、まずはバックアップ材であったりボンドブレーカーを取り付けていきます。その後にマスキングテープを両サイドに貼って、そしてシリコン系シーリング材を充填していく、ここのことを言っているということですね。このシリコン系シーリング材の えー、充填なんですが、まずはプライマーを塗って、その後に、えー、シーリング材を練り混ぜて、えー、シーリング材の、えー、充填及び仕上げを行っていくという形になります。なので、このようなシーリング材の練り混ぜと、シーリング材の充填及び仕上げ、ここがメイン部分になってくるということになります。まあ、このような、えー、アルミサッシの枠があって、そこの周りに、えー、シーリング材を充填させていくという形になります。こちらの、えー、参考にしていただきたい留意事項、まず1つ目は、機材と固化剤は、 製造所が指定する配合割合により練り混ぜ、貸し時間内に及び一貫単位で行うということになります。貸し時間内及び一貫単位ですね。なので、機材と固まる、硬化剤この2つを製造所が指定する配合割合によって混ぜてくださいねということになります。そして、機械練りは、練り混ぜは機械練りを原則とし、空気や異物が混入しないように十分にえくはするということになります。そして3つ目の留意事項 重点は隅または目地の交差部分から行い、隙間や気泡等がないように隅々まで充填するというものになります。なのでスタートは隅からということになります。ただ、シーリング材を打ち継ぐ場合に関しては、目地の交差部分や隅部は避けて打ち継ぐ。なのでこのような角は避けて、このような中間とか、このような場所から避けて打ち継ぎを行ってくださいというものが留意事項になりますので、こちらも覚えてください。続いて2番。壁のタイル張り下地のモルタル面に、 陶磁質タイル各小口タイルを密着貼りで貼る時の施工上の留意事項を2つ具体的に記述しなさいただし下地の調整貼り付けモルタルの調合タイルの割り付けに関する記述は除くものとするという問題になりますまあ、このようなですね、小口タイルといわれるレンガの小口面の、えー、サイズのタイルですねこのようなちっちゃいタイルをこのような振動機ビブラートによって貼り付けていく方法になりますこの密着り方法と言われるものは貼り付けモルタルを下地モルタルに塗り モルタルが柔らかいうちにタイルを振動機で貼り付ける方法になるということですね。なのでこのような駆体下地コンクリートがいて、その後に下地モルタル、の中塗りまで行って、そして貼り付けモルタルを2層塗って、そしてその後にタイルをビブラーと振動機で、えー、くっつけていくというものになります。こちらの留意事項といたしましては、まず1つ目、貼り付けモルタルの1回の塗布面積は2平米以内、または20分以内に貼り付けられる面積とするというものが1つ目になります。こちら、数字の暗記ですね。そして2つ目、 貼り付けモルタルは練り混ぜ開始から施工完了まで60分以内に使用できる量とするというものが2つ目そして3つ目タイルの貼り付けは上部から下部へ1段置きに数段貼り付けその後間にタイルを貼り付けるという形になりますなのでこのように間を混ぜていって間にこう、まあ、施工していってそしてその間にこの空洞のところに1段置きに貼っていくというものになりますそして4つ目ビブラート等の過信は貼り付けモルタルがタイルの周辺から 目地部への盛り上がり、タイル目地,、えー、目地がタイルの厚さの2分の1以下の深さとなるまで振動を行うというものになります。なのでこのようにビブラートで可視に押していくときに、この目地ですね、このタイルの厚さの2分の1以下、タイルの厚さの2分の1以下まで盛り上がるようにしてくださいと,、えー、というものが4つ目になりますので、こちらも、えー、覚えてください。続いて3番、鉄筋コンクリート像の、えー、間仕切り壁の軽量鉄骨下地を取り付けるときの施工場の留意事項を2つ具体的に記述しなさい。 ただし施工箇所の点検、修正及び墨出しに関する記述は除くものとするという問題になります。こちら、このようなですね、ランナーであったり、あとはこのような軽量鉄骨壁下地ですね、スタッドとかを施工していくものになります。まず1つ目、スタッドの間隔は、下地ボードを1枚張りとするときは300ミ、mm、リ程度、2枚張りとするときは450ミ、mm、リ程度間隔とするというものになります。このスタッドの間隔ですね、こちらが石膏ボードを下、石膏ボード下地が1枚。 貼っていく場合と2枚貼っていく場合があるんですけども1枚貼りの場合は300ミリ2枚張りの場合は450ミリ程度としてくださいねというものが1つ目そして2つ目ランナー両端部の固定位置は端から50ミリ内側としそれ以外の間隔は900ミリ程度間隔で打ち込みピンなどで固定するということになりますなのでこのような打ち込みピンを使って外側は50ミリそして中間部分は900ミリ程度間隔に行っていてくださいねというものが2つ目そして3つ目 スペーサーの取り付けはタンブを押さえ600ミリ程度間隔で取り付けるというものになります。このスペーサーですね、この中についているこれ断面なんですけども、このスペーサーは600ミリ程度間隔という形になります。そしてまあフレード面も1200ミリ程度間隔という形になりますね。え続いて4つ目、上部ランナーの上場とスタッドの天場の間隔は10ミリ以下となるようにスタッド上場を切断するというものになります。 なので、このようなですね、上部ランナーとスタッドを取り付けていくんですが、このような遊びが必要になるということですね。こちらが10ミリ以下。上部のランナーとスタッド、こ,こ、ここの空洞は10ミリ以下という形になりますので、こちらも数字をしっかりと覚えてください。続いて4番。内装床工事において、ビニール床シートを平場部に貼り付けるときの施工場の留意事項を2つ具体的に記述しなさいという問題になります。 ただし、下地の調整、補修、貼り付け後の清掃に関する記述は除くものとするというものになるんですけれども、まずこのような床,、えー、床のビニール、えー、床シート割りなんですが、初めに下,下ごしらえや仮敷きを行う、えー、このような巻き癖を取るということですね。そこから下床シートの貼り付けを行っていくということになります。そしてその後に接合部の継ぎ目処理を行っていくと、まあ、このようなもの、この 3, 3パターンのうちの中のどれかを、えー、施工場の留意事項として2つ具体的に記述しなさいという問題になります。 まず1つ目が、えー施,工のえー、施工に先立ち床シートを所定の割り付け寸法に裁断するこれを裁断するということですねそして24時間以上、えー、放置して巻き癖を除くというものが1つ目2つ目所定の串目ごてを用い接着剤がを、えー、下地に均一に塗布するなので接着剤を均一に塗布する3つ目床シートはオープンタイムが経過した後に貼り付け可能時間内に貼り付けるこのオープンタイムというものは 接着剤を塗ってから床シートを貼るまでの時間ですね。この間の時間を計画した後に、ちゃんとした、えー、時間が計画した後に貼り付け可能時間内に、えー、しっかりと貼り付けていってくださいねというものになります。そしてこの4つ目以降に関しては、えー、このような、えー、継ぎ目処理になるということですね、えー床の。床シートの溶接の溝は U 字型または V 字型とし、均一な幅にシートの厚さの3分の2まで溝切りする、まあ。このような厚さが t だったら、この3分の 2t。 ぐらいいいままでは、えー、溝切りりしてくださいねととうことになりますそして次に床シートの溶接は溶接機と溶接棒を用いて汚りができる程度に加圧するこのように汚りができる程度に、えー、この溶接機熱溶接機と溶接棒を用いてくださいねとそして最後に、えー、溶接完了後溶接部が完全に冷却した後に汚りを削り平滑,平滑にするとこのような形で平滑にするという形になりますのでこちらも、えー、参考にしてください 続いて、工程管理、バーチャーと工程表に入っていきたいと思います。こちらは鉄骨工事の問題になるということですね。こちら1番、表中の A および B に該当する作業名を挙げなさいという問題になります。A に該当するものが二次,、えー、二次ねぎりとこ付け、そして B に該当する作業名が本締めという形になります。まずこのようなですね、工程表を書かさせていただいたんですけども、まずこの A に該当する部分はこのような、えー、二次ねぎりと床付けという形になります。 えーこアーストリル工法を行って、えー、一次値切りそして切り針をかけて二次値切りを行って床付けそして、えー、食い糖処理を行ってステコン耐圧板という形で流れが続いていきますそして鉄骨工事 B に関しては本締めを行う前に、えー、立て方を行ってえー、歪み直しを行った後とに、えー、ボルトの本締めを行っていきそしてデッキプレートを敷設してどんどん打折していくという形になりますそして打折して終わった後とに、えー 外部の下地の骨組みとあとは耐火、えー、被覆を行っていくという流れになります。こちら絵で説明していくとまずアーストリル食をがあってその後に一時ねぎりを行ってその後に切り張り掛けを行っていくとそしてその後に二次ねぎり床付けラインがここですね二次ねぎり床付けを行って食い糖処理を行って、えー、基礎根であったり耐圧板を敷いていくという流れになります。そしてこのような躯、えー、体工事に関しては鉄骨立て方を行ってこれワイヤーローですね歪み直しなどを行っていくと。 その後にに本締めを行った後ににデッキプレートを敷設していって床を脱設していくという流れになりますのでこの施工手順も覚えてください。ついで2番作業の終了日が工程上最も不適当な作業名を標準より選び適当な工程となるようにその終了日を地図きと順次で定めなさいというものになります。答えから言うと外部下地鉄骨骨組みが正解という形になります。こちらがが終了日が 7月の中旬という流れになります。なので、この黒い部分がちょっといらないということですね。これ、順番といたしましては、まずですね、先ほどの続きで、このように鉄骨立て方を行ったために本締めですね、そしてデッキプレートを敷設していって、どん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 コンクリートを打設していくと、そして外部の下地の骨組みを行って、それに続いて耐火被覆を行っていくという形になります。そして、その後にガラスや金属パネルを取り付けていって、シーリングをして、外部が完成していくという流れになります。 なので、ここの外部しここですね、外部の立てぐ取り付けガラス取り付けと外部のシーリングで外部が終わるという形なんですがこちらまず細かく説明するとこのようにですね、外部の下地骨組みを行った後とに、まあ、中の耐火被覆を行っていくということですねそしてこのようにですね、ガラスであったり金属パネルアルニミウム製の横レンマ窓建具をこのように付けていって取り付け施工していった後にシーリング材を重填,填させていくという形になりますので、まあ、このような 形でですね、施工が続いていきますので、この施工手順もしっかりと覚えてください。そして続いて3番ですね。内装工事の床仕上げ張り、各個主にビニール床シート張りの作業の工程は未記入となっている。適当な工程となるように、床仕上げ張りの作業,作業の開始日及び終了日を期日,期日を時月と月時と順律で定めなさいということになります。開始日が9月の下旬、そして終了日が11月上旬という形になります。 まず今回、この内装工事なんですが、まず丸1番、えー、天井や壁の軽量鉄骨下地組みを行います。そしてその後に内部の建具を取り付けていくということですね。建具を取り付けて、その後に天井のボードを貼っていく。そして壁のボードを貼っていくと。そしてその後に、えー、内装の床のの仕上げ、えー、内装の壁ですね。えー、この塗装仕上げを行って。そしてその後に、えー、床の仕上げ、ここですね。今回言われている床の仕上げをしていくという流れになります。なので内部の工程は、天井、 の天井と壁の軽量鉄骨下地組みをした後に内部の建具の取り付け天井ボード張り壁ボード張り内部の塗装仕上げを行った後に床張りの順でありますのでこの、えー、最初に続いてくるのがタクト工程的にいくと、えー、丸五番の後は床仕上げ張りが大体9月の下旬ぐらいに行ってきますなので9月の下旬からそして完了検査ここ,ここまでに絶対完成させて、えー、もらわなければいけません 完了検査が11月中旬に行われるため、11月上旬までに、えー、終わらせる必要がありますので、この床仕上げ張り工事に関しては、開始が9月の下旬、終了日が11月上旬という形になります。続いて最後、A 法規に入っていきたいと思います、えー。次の問いに答えなさい。1、浮世絵関係を示した数において、建設業法上、施工体制台帳の作成等、及び技術者の設置に関する次の問いに答えなさい。ただし、数の A から O のうち、K 社および N 社以外は建設工事の許可があり、A 社が請け負った建工事は建築一式工事とし、B から O 社が請け負った工事は建築一式,工一式工事以外の建設工事とするという問題になります。こちらの問題なんですけれども、まず A を細かく整理すると、A 社だけが建築一式工事、それ以外はすべてその他の工事という形になります。そして、K 社と N 社だけは建設業の許可がないという形になるということですね。 それでは1番、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備えをおかなければならないすべての建設業者を会社名で答えなさいという形になります。まずこの施工体制台帳を作成するものなんですけれども、発注者から、これですね、発注者から直接建設工事を請け負った場合、請け負い金額の代金の額がこちら、えー、平成24年に関しては法改正前なので、まあ、1期4500万、3000万という形なんですが、 ちゃんと覚えてもらいたいのが意識工事、今6000万円、そして意識以外、その他ですね、が4000万円という形になります。なので、直接発注者から請け負っているのは A 社、B 社、C 社になると。この A 社、B 社、C 社の中のうちの6000万円、4000万円に該当するものはどれかという問題になるんですが、まあ、この平成24年時は4500と3000という形になりますので、 A 社は一応2800万と1700万円なので、こちら、えー、足すと4500万円になるので、まず A 社は施工体制裁所を作成しなければいけません。そして B 社に関しては1500万と1200万,万なので、えー、この3000万より下なので、これは大丈夫と。そして C 社に関しては1300と1800で3100万になりますので、一式以外の場合、その他は3000万円以上必要になりますので、この C 社と A 社が該当してくると。ただ、現状今六6000万と4000万なので、 まあそれを考えると全部、まあ、大事を作成しなくてもいいという形になってしまいます。続いて1-2。書面等で再、えー、下請負通知を行う、再、えー、下請負人通知人に該当、えー、する全ての建設工事、建、え、設、ー、業者を会社名で答えなさいという形になります。一応、この施工大成大帳を作成する必要のある建設業者というものは A 社と C 社の、えー、下請負人。この A 社と C 社の、えー、下請負人。なので、D、E、 H、I 社が該当するということですね。そして当該工事を他の業者に請け負わせたときなんですけども、この D、E、H、I のうち下請け、さらにここから下請けになっているのは、I の場合だとこの N と O、そして E の場合だと K、D の場合だと J という形になります。H はもう自分たちでやっているということになります。なので A 社、C 社に対して下請け追い通知をしなければいけない業者は、H 以外のこの I 社と E 社と D 社という形になりますので DEI 社が正解という形になります。続いて1の3番。下請け負い人である J 社から O 社のうち、工事現場に施工の技術上の管理を司さる主任技術者を置かなければならないすべての下請け負い人を会社名で答えなさいという問題になります。こちらはですね、建設業者に関しては、その請け負った建設工事を施工するとき、 工事現場に主任技術者を置かなければならないというものが、えーえー、この法律の規定になっております。ただ建設業の、えー、許可でないものは除くという形になります。K 社と、えー、N 社に関しては、えー建設えー、この許可,が、えー、許可がないので、こちらは、えー、主任技術者を置かなくても大丈夫という形になります。なので J、L、M、O 社が、えー、主任技術者を置かなければいけないので、この4社が正解という形になります。続いて2番。 労働安全衛生法上四角に当てはまる五区のを記入しなさいという問題になります。こちら、技術上の指導というもの,第の、第29条の2項ですね。建設業に属する事業の元方事業者は、丸一番元方ですね。元方事業者は、土砂等の崩壊の恐れのある場所、機械等が転倒する恐れのある場所で、その他厚生労働省令で定める場所において、関係請負い人が入ります。関係請負い人の労働者が当該事業の え、仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき、当該場所に関わる危険を防止するための措置が適正に講じられるように、技術技術上の指導、その他必要な応じて講じなければならないというものになります。1番に関しては元方丸2番に関しては関係請負人、そして丸さが技術という形になります。 一応こちら平成24年の問題ですが平成27年に関してはこの関係請負人と指導という言葉が入っておりますのでこの労働安全衛生法第29条の2項も過去問から出題されておりますのでこちらもしっかりと覚えてください以上今回2番から6番までを配信させていただきました次回はです、ね、平成25年の問題を配信していこうと思いますのでそちらもご覧ください最後までご視聴いただきありがとうございました